東立塩川カントリークラブは岐阜県加西に所在するゴルフ場。東立コーポレーションの子会社である東立リゾートジャパンが運営している。設計はゴルファーのゲイリープレイヤーと設計家の富澤博士親。西コース、北コース、南東コースの計27ホールのコースが設計されている。2005年1月にはルプガから公式認定コースとして認められ。 2006年には、東立ホームメイトカップの開催コースにもなった。姉妹コースとして、三重県桑名市に、東立タドカントリークラブ、名古屋がある。敷地内には、夜間の離着陸も可能なヘリポートをに気分備え、ウェディングパーティーも行うことができる。1984年、ゴルフ場の専業大手であった、富士カントリーグループの一社として、運営会社が設立され、 1988年9月に富士カントリー塩川クラブとしてオープンした。この時期富士カントリーはゴルフ会員権の高騰を背景にゴルフ場を同時期に4カ所開設する積極策に出ており塩川はその一つであった。他のゴルフ場では接待に使いたいのに混雑で使えないといったことが頻発していたが塩川は対象を 少数の法人会員に限定することによりいつでも使える環境を提供し、クラブハウスには商談室を設けるなど法人用途に特化していた。このようなゴルフ場は中部地域では初めての開設であり、1990年代末までは10億円台の収入を上げていた。しかしその後は法人の接待需要減少に伴い財務状況が悪化。 2004年に運営会社が特別生産に入り、運営は東立コーポレーションに引き継がれた。東立コーポレーションは東立タドカントリークラブ、名古屋の運営実績があったことから引き受け先に選ばれた。承継後は東立コーポレーションの子会社である東立リゾートジャパンによる運営となった。同社は2006年、富士カントリー時代から、 ゴルフ場の用地として賃貸してきた田嶋市内の土地について時代はバブル期に設定されたもので周辺の土地と比較しても高すぎる時代がこのままなら破綻も想定されるとして減額を主張して紛争となり争いは田嶋会議裁判所に持ち込まれた企業情報東岳リゾートジャパン株式会社2012年11月20日閲覧 コース紹介。東竹リゾートジャパン株式会社。2012年11月20日閲覧。認定コース。東竹リゾートジャパン株式会社。2012年11月20日閲覧。過去大会ダイジェスト。東竹コーポレーション株式会社。2012年11月20日閲覧。ヘリポート。東竹リゾートジャパン株式会社。 2012年11月20日閲覧。富士カントリー、一気に4ゴルフ場新設高級、法人会員向け、会員権高等で、強き、日経産業新聞1986年12月20日付。商談のための個室を充実中部発の、法人専用接待用ゴルフ場63年5月オープンの、富士カントリー塩川クラブ、中部在会。 第29巻第13号、中部在会社、1986年12月、70から73ページ。国内大手専業の最後の取り出と言われた、富士カントリーが倒産。25コースの行方はゴルフダイジェスト第40巻、第2号、2005年1月18日、189から190ページ。富士カントリー塩川クラブ東立リゾートに、 営業場と、岐阜新聞2004年12月2日付長官6面。田地見市議会会議録平成20年3月、定例会2008年3月3日。ありがとうございます。